別に東大行ったってよくない、学習院大学行けってことなの、天皇家は行けるとこはどこでも行っていいのに。そう、ここってトイレって電気つくんだっけ、夜に。わかんない、ちょっともう、またもう、だから置いてここに、ポンと、よいしょ、まあね、あったよ、まあ、落ち着いてきたし、ポンと君はね、落ち着くって言葉を覚えようね。ちょっとおめえらが落ち着きねえから、俺も落ち着きねえ子供に育ってるんですか、おめえらって、これ、うん、寿司の本でしょ、うん、何笑いすぎじゃん、ちょっと待って、なっていいよそれ、その顔さ出すじゃ、ちょっと、え、何、いやその顔出すぎじゃん、あ、ダメだ、チョンペルが一緒に行きたいって、これ一緒に、うん、それとも置いてく、いや、連れてった方がいい、これ、つるせえな、ウニャ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 ウ、デブっぽい、よし、まあ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 、クマが出てきそうだね、
ドリングなんたらかんたらなんだ、それ今なんで？いや、静かな子だ、エンジンの音しないから。そうだよ、こんなに違うんだね。うん、でこの車すげえドローッて言ってくる。どう思った？よいしょ、行くの？まだ休む？どっちもいいよ。遠いんだよこれマジで。こらこれやだもん。というわけで日の出使った。高尾ルートでやればもう出んのかな。うんだね。それ上上。何？違う。絶対の標識や交通規則に従って運転してください。まもなく斜め左方向です。その先右方向です。さらに分岐です。松姫通りだって。いや、ここは行きたくねえよ。そんな死んでしまう。姫っぽくない感じの通りだよね。ここ通るんじゃないんだ。ここ行かされると思ったこれ。そっちなの。これさっきの道じゃん。うん、小川内ダムじゃないね。高尾ルートにしてるからじゃないの。ちょっと待って、これさっき来た道か、うん、あ、こっちのはいいか。いいの、本当に後悔ないよ。あるな、距離。まあ行ってもいいけど、もうそっちにしよう、やっぱいいや。1時間、あの、この東京っぽいルートで行きます。これで、うん、じゃあほら。